鈴木真理は、日本のフィギュアスケート選手。2009年ウィンターゲームズ NZ2 1991年仙台生まれ。1997年にスケートを始める。2004から2005年シーズン、全日本フィギュアスケートノービス選手権で3位となり、全日本ジュニア選手権に初出場。2007から2008年シーズンには、地元仙台で開催された全日本ジュニア。 選手権で10位となり、翌2008から2009年シーズンに ISU ジュニアグランプリに参戦する。この年、全日本ジュニア選手権で2位となり、全日本フィギュアスケート選手権、世界ジュニアフィギュアスケート選手権に初めて出場。2009から2010年シーズンの日本スケート、連盟ジュニア特別強化選手に指定された。2009年、 初のシニアクラス国際競技会となった、ウィンターゲームズニュージーランドで2位となる。なお、ウィンターゲームズニュージーランドの選手招待文書では、各種目、クラスには、各国から1名ずつの参加を受け付けるとなっていた。女子シングル種目には日本から鈴木明子もエントリー、しており、鈴木明子、鈴木マリともにシニアクラスに出場、ジュニアクラスには日本からの出場者がなく、 シニアクラスは ISU フィギュアスケート世界ランキングのカテゴリー111に認定される最低人数の8名で競技がなされた。このシーズンの全日本ジュニア選手権では22位と大きく順位を落とした。ありがとうございます。